高架郡長高架郡は大韓民国院町交域市の郡。新川西北部の景気湾に面する。高架島、共同島、赤毛島の三つの大きな島々と小さな付属島からなる基礎自治団体である。高架郡は新川西北部景気湾上に位置する高架島を中心とする郡である。本土とは狭い高下水道を隔てており、東の対岸は 京畿道金浦市である。高架島の西にも島々が展開しており、北側にある大きな島が共同島、その南にあるのが関門島である。南には、加滅軍北島面の島々や、インチョン国際空港のある英州島が所在する。高架島、共同島の北側は、観光の川口部で、対岸は朝鮮民主主義人民共和国の開き、豊か軍である。 朝鮮の歴史的な中心部である、景気地方の沖合に浮かぶ高下島は、古来戦乱の際の避難場所として、あるいは外敵に対する防衛拠点として機能してきた。高下軍には、江戸、水心衆などの別名がある。三国時代には、この地をくだらと高栗が争奪した。統一白木時代には、海口軍が置かれ、高来時代には、高下県となった。 モンゴルの侵略に際しては、高来の首都が海上からこの島に移り、30年にわたって臨時の首都となった。李氏朝鮮時代には、高下と五府が置かれ、その後高下府、高下留守府に昇格して重要な位置を占め続けた。19世紀後半、西洋列強は朝鮮に開国を迫るため近海に出没するようになり、 首都ハンスンにほど近い高架党はたびたび戦闘の舞台となった。1876年、この軍の沖合での日本軍との交戦が契機となり、朝鮮は開国することになる。1895年の地方制度改変によって、高架軍となり、翌1896年に高架府となった後、1906年に再び軍に戻った。1914年の軍面統合によって、 共同軍が高架軍に編入され、現在の高架軍域が出来上がった。1995年に、軽軌道からインチョン高域市に編入されたが、離島部の加滅軍を含めた地域と陸続きではなく、他地域との交通の便は、すこぶる悪く、川を挟んだ対岸は、軽軌道の近保市である。このことから、インチョン高域市より離脱し、軽軌道に服するよう求める、声も根強い。 行政区域図マニサン一遊十二面九十六里からなる。住民の約70%が農業に従事している。主作物は米。この他に水産業と林業に一部従事している。1970年に本土と高架島の間に高架大橋が開通し陸路で結ばれた。1997年には上流側に新しい高架大橋が開通した。 高架党の史跡母人党、チェジュとの結縁は、高麗時代の産別省の縁によるもの。添田町との姉妹協定は、彦さんの山岳信仰とマニさんのク訓信仰のゆかりによるものである。ありがとうございます。